どうも、新宿青森金城です。伊沢です。新宿青森の中年の市長でございます。ということで、いや、地元にね、はい、帰ってさ、はい、お祭り出させてもらったじゃないですか。そうですね、新潟ね、伊沢さんで、まあ、金城さんは、まあ、翌日そのまま帰られたじゃないですか。はいはい。俺その後ちょっと一つ仕事しまして、あ、それね、うちの兄がやってる YouTube で、うん、なんかプロレスゲームの実況をさせられたのよ。うん、前も何回かやったことあるんだけどさ、はい、いやそれがめっちゃハードでねいや結構、いや俺その YouTube 見たことありますけど、結構大変だよね。大変だって本当に実況してるもん、ね、本当に実況してる初見で見て実況させられてさうん、まあ言ったらそっちの方がメインに近かったのよ、本当地元に帰ってあ、地元帰ってきて、お祭りのイベント出るよりも、そう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 、よりも、ついでになんかお祭りあるから出るみたいな感じどんなついでで、すごい、そうそうそう、うん、なったんですかね、いや、それがさ、今年の2月に帰った時かな、会館でやった時かな、撮ったの、うん、うん、あ、2月にね、新潟で公演やって、うんうん、その時にさ、うん、それこそなんか、もう兄のこの部屋がさ、YouTube、うん、もうなんかスタジオみたいになってるわけ、うんうん、あ、いやこの間行かしてもらった時見さしてもらえなかった、そうだそうだ、行った時見たいなと思ってたんだ。そしたらさ、まあまあモニターが何個かあってね、うん、あったんだけどさ、なんかなんかなんだろう、なんか管制塔みたいな感じでめちゃくちゃモニターがあったのよ。すごいね。どのモニター流すみたいなこと言ってさ、いやどれでもいいよって言って、何全部流れるのって言ったら全部流れるよって言ったら、すごくない、うん、びっくりしたさ、俺ほんとなんかさ編集スタジオみたいなんですよ、いっぱいテレビモニターがあって、うん、大きいのからちっちゃいのからバーってやってさ、すごいね。そうで、でさ、もうカチカチやってんの、これもんでやってんのかな、うん、こんだけあるわけ、うん、じゃあ行きましょうかって言ってバーって撮ってさ、うん、いいね、うん、オッケーっつってさ、うん、それ撮った動画に多分タイトルつけてるのかな、あ、はい、びっくりしたけどさ、うん、こんだけモニターとかって本当パソコン、うん、超メカに詳しい人なのかなと思ったらさ、全部指一本で打ってるわけすごいね、機材はすごい、機材はすごいけどさ全部指一本、いやそこなんとかならんかったんかいみたいなね。あ、いやでもね、前回やった時は本当天候が荒れててさ、うん、雷鳴ってたりとかで一回中断とか、あー、そこと入っちゃうからね、うん、もう全然もう天候はねすごく良くて、うん、もう一気にね7本撮らしい、あーすごいねすごいな、それはお仕事だわ、休憩なし、休憩なしお祭りで1本漫才やるみたいな、いやー大変だった本当に、だずっと喋ってるから、うん、ずっと喋ってもあ、じゃあそれはもういつかね、いつかはまあ放送されると思うんですけど、うんうん、でね、何回かもう撮り直し見て、もう本当にさ、言葉が出てこないわけ、うん、単純にもう朝早いですか、喋ってて、うんうんっつって、そういうのも何回か撮り直ししたりしてさ、うんうん、これ大変だなと思ってね。そうだよね、一発撮りを7本撮ってるのとは違うからね、何回も撮り直したりとか、あ、まあでも基本的にはもう一発撮り、一発なの、もう大変だろうっていうのもあるし、いや大変でした、本当にもう、いや確かにカロリー使いましたね、次の日ね、いやもうすごいぐっすり眠れた。あ、そう。次の日。その日か。その日帰って。帰った日ね。くっそ。あ、何にも覚えてないもん、苦手いと。そう。じゃあ私も覚えてます。覚えてない、うん。私もぐっすり寝ましたよ、泊まった日は。あ、ホテル行って。泊まった日？あ、あ、そっか。金城さんは一日だっか。一日か。一日だけ。当日に来て、泊まって、ね、まあその後。新潟市内のホテルね、駅の方というか何というか、バンダイシティのもうちょい奥の方というの、もうだってあの辺行ったら東京でしょ、ほぼ東京ほぼ東京だろ、バンダイまあまあまあ都会だよね、やっぱりね、都会、うん、新潟駅もだいぶ変わっててさ、そうそうそう、あ、なんか工事してたよ、俺の知ってる新潟駅じゃなかったね、うん、帰り新潟駅から帰ったんだけど、なんか泊まったホームもさ、すごい上に泊まっててさ、うん、俺乗っていく越後線ってさ、別にし、なんつうの、地上、うんうん、地上1階に泊まってたの、うん、はいはいはい、なんか3階ぐらい上に泊まっててさ、うんうん、はあ、
これもう俺の知ってるもんは新潟駅じゃないなと思って外も見たらさ、ずいぶん立派な、そうそう、もう工事してたよ、工事してたしさ、その新潟駅ってさ、うん、外から見たら駅舎っていうのがさ、うんうんうん、なんか昔なんか白くてちょっとこじんまりした建物のイメージあったの俺。ああ、そう、うん、そうね、俺も知ってるあれだよね、俺も知ってる、いや、知ってもわかんないですけど、でも、ね、いやいや、どう、うん、変わったな、変わっててさ、うん、もういや、それこそ旭川の駅のみたいな空気感あるよ、うん、近くの、あ、結構さ、でっかくなって、うん、はいはいはい、あれがもっとで整備されていくんだろうね、うん、多分ね、うん、そう、で、中の駅ビルとかもさ、うん、どうなんだろうかなと思ったらさ、そこ自体はちょっと知ってるエリアがあったからさ、うん、ここは知ってるみたいな感じだったね、うん、本当にもう変わってて、もう都会だよね、本当に東京、うん、東京、うん、確かに、もうあそこだけ見たら東京で、だから、うん、なんかまあ東京って言ってたらあれなんだけど、アーケードとかがあるからさ、なんか札幌とかさ、アーケードがあるからさ、そうそう、あ、なんかアーケードとか歩いてるとさ、あ、なんか札幌みたいな空気感もあるしさ、まあ大概そういう場所ってなんかそういう感じのあるじゃん、あ、これ都会だよなと思ったよ、都会よ、もう本当に都会、ね、大都会、そうそうそう、もう行かなくていいんじゃないの東京に、新潟の人いやいや別に憧れないだろう、いや憧れ、それは東京にしかないものもあるからさ、それはないよ、いやでもね、それこそさ、服とかね、うんうん、ほら昔はさ、なんかちょっとしたブランド物とかさ、うん、まあ、東京行かないと買えないとかさ、うん、ネットというか取り寄せ、うん、昔で言ったらね、うん、でも今逆に郊外のほらイオンとかさ、うん、でっかいショッピングセンター行った方が、うん、ショッピングモール行った方が逆にいろんなブランドもあるし、そっちの服揃ったりするんだよね、うん、逆に都内だとさ、一個一個行かないからだけど、もうイオン行けばもうブワッとあるからとかさ、うん、まあもちろんその中で東京にしかないデザインの服とかもあんのかもわからんけど、でももう4時すんよね、変な、いやそうだし、いやだってもう、うん、電車乗ってる人見たけど別に東京の人と変わんなかったけどね、うん、なんかいなかったもん、なんかモンペ履いてる人モンペはもうあんまりいないだろうけど、そもそもねモンペはいないと思うよ、ランニングシャツの人とか、あ、まあまあね、ステッチでこう1枚で歩いてる、ステッチでこう1枚、まあまあ、まあ、いないだろうけど、うん、いやでも確かにそれはそうなんだよね、いないよ、そうそう、だからさ、まあお店にしたってさ、ああもう別に東京にあるさお店とかさ普通にあるしさ、まあ、多分ね、多分ごめんなになんないさ、そうだし、いやそれもう旭川だってそうだよ、旭川だってもうあそこも東京だもん、うん、駅前は東京そうかな、いや、その新潟の駅前の方が断然、断然ね、断然すごい、いや、ちょっと待ってください、断然すごい、まあ全然、確かに、それは確かに、そう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 、言う通り、金京さんの言う通り、全然違う、レベルが違う、いや、札幌だそうか、そしたら、もう札幌でしたら、いや、札幌じゃないじゃないでしょ、いやいや、あなただってもともと違うでしょ、市町村合併したからなんか、新潟市になってるけど、そんなん言い出したら、札幌も東京だよ、もう、札幌は東京ですよ、札幌も東京だから、東京、もう都会、都会よ、もうないよ、これは、ほんと、まあまあ、でもまあ、その地元にしかないものがあるからね、それぞれの場所にね、それはそれはあるから、別にさ、あれなんだけど、そうだ、東京にしかり、その新潟にしっかりさ、すごいよ、東京ですから、東京、うん、いや、でも楽しかったですよ、私は、帰りは混んでなかったですか、新幹線、あ、もう全然、あ、帰りは、新幹線じゃないですか、うん、もう私、バスで帰りましたから、あ、高速バス、はい、バスで帰りました、万代シティ、バンダイね、バンダイか、バンダイ、なんだっけ、そうそう、おバンダイシティバスセンターか、夜、いや夜じゃない、夜、午後、午後の、はい、のやつで、はい、で東京まで行かず途中で降りて、そうそう、そこから電車乗って帰ったの、そうそうそう、逆にそう東京まで今ほら俺埼玉住んでるから、あ、そう手前で降りたもん、なるほどね、そう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 、何時間ぐらいですか、いや3時間半ぐらい、ああそう、3時間とか3時間ぐらい、全然ちょっといいねそれだったら、うん。そう逆にそう3時間半もかかんなかったな、ちょっと早く着いたんじゃないかな、そうそう、それはそれ楽だな、おいいね、そうそうそう、でほら新潟駅まで行く必要もないしさ、そうそう、ホテルがそのバンダイシティバスセンターさらに奥だから、あそうなんだけどアーケードある場所で、そうそうそう、あで そっちの方に用事あったし私も、そうそう、だからちょうどよかったです、あそうですか、ね、よかったですね、よかったです、はい、楽しんで帰りましたよ、久々に新潟旅行して、
旅行して海見に行きましょう。海に行って、はい、海まで歩いてね。ああ、海で帰ろうと、ね、そうだね。いや、日本海だから全然逆方向でしょたどり着かないのが一緒。ぐるっと回んないからね。青森のぐるっと回って帰るからね。そうそう、いや、楽しかったですね。ありがとうございました。